今回は、漫画第30巻119話、アニメ78話で、ガビに首を吹っ飛ばされたエレンがもし、そのまま死んでいたら、に対する反応を集めてみました。それではどうぞ。このままエレンが死んでたらどうなってたんだろう。まず始祖と進撃と戦隊が新生児ガチャになる。世界連合艦隊に攻め込まれて終わりじゃない。まあ、あれに島が蹂躙されてしまう始祖とのエルディア人は全員処刑されるだけよ。未来が見えてるんだからまあそうそう死なないだろぐらいの感覚で動いてるよねこの辺のエレン。ジークと接触するんだからいける、ギリギリだったよ。島が滅んで追い詰められたマーレが島の資源と巨人を使って一点攻勢に出ているディア帝国の二の舞になる。島は焦土と化して島民は全員処刑。ミカサと大型を持つアルミンはどうにか逃げれるかもしれないけどジークは食われるだろうね。マジでギリギリ。撃ったガビも精神崩壊したまま英雄に祭り上げられてひどいことになりそう。その前でお世話になったサシャ一家の虐殺されるんだ。兵器テクノロジーの進歩に伴って巨人の有用性よりもリスクの方が高くなっているディア人は用済みになって全員殺される。首じゃなくて頭だったらそのまま終わってたな。アニメで思ってた以上にヌルヌル生えてきてすごく怖かった。座標で過去の親父洗脳してるからジークと時間旅行までは確定してるんじゃないの？ジークが野球やってなかったら死んでたな。どうなるかは分かっててもどうするかは分からんからな。この時ライナーみたいに脳機能を体の型に移してるんだと思ってた。あれは巨人の体があったからこそだからな。にゃっと生えてきたやつが背骨っぽいかなと思ってたけどアニメは中の虫に寄せてきてたね。撃たれる、取られる、なんか出てくる、までが一瞬の出来事なんだよな。あの距離で首を狙えるってすごくない？選手候補生成績トップだからな。地ならしでパラディ姉妹外消滅エンドでも良かった気がする。未来の世界で各地に入植したパラディ島の子孫同士で殺し合ってそう。そうすると他の104期生に見せ場がないし。地ならししてエレンが全てのエルディア人から巨人と自分の記憶を消すエンドでもそれはそれで綺麗な終わり方だった。そんな結末納得できないかっこエレミカ過激派に繊細。巨人を消すのはユミルが止まらないと無理だ。人は敵がいなければ作り出すだけだぜ。適度に用意するのがいいぜ。いても散々内乱してたじゃねえかこの作品。中枢部が巨人を敵じゃないと分かってただけだし。巨人能力そのものを忘れさせたとしても窮屈のランダムポップがな。地ならし、パラディ島以外滅亡、100年後に第二次巨人大戦、またパラディ島に引きこもるみたいな救いのないエンドも見たかった。エルディア以外滅んだなら引きこもる意味もない。仮に地ならし完遂したとして人型に戻れるんかなエレン。姉妹外全部沈没エンドだとおにゃんこぽんとかがかわいそうすぎる。すでにめちゃくちゃかわいそうなんですが。フロック君はおそらくそこら辺も考慮して島に従うか潔く死ぬかの選択肢を迫ったんだよな。地ならし後にエルディア人の脳から争いという概念を消せば安寧じゃない？動物に絶滅させられるエンドか。戦争自体がなくなることはないからな。いくらかマシな時代がどれだけ続くかだけだと思う。スクカーで2000年続いた巨人による遺恨は消え去ってたしパラディ島勢力の子孫たちが外交的にしくじったんだろうな。隣人を8割殺して当該の人間の遺恨が消え去るわけないじゃない。そんな絶望的状況なのに外交の失敗にされるのひどすぎる。ミカサ死ぬ頃にはもう巨人の存在とかファンタジー扱いだろ。人類は滅ぼしているディア人は全員無垢にすればいい。無難に平和だまあミカサと兵長は無垢にならなさそうだけど。ただ地ならし半端にやったら恨まれた確実に逆襲されるけどな。党としては緩やかに破滅するしかないバッドエンド。党以外全滅だと今度はライナーや兄とかのマーレ出身組が被差別階級になるからな。エレン的にはダメだろう。8割で止まったというか止めたけどエレンはやれるなら10割行きたかったんじゃないだろうか。なのでエレンも悪いが8割で止まったのはアルミンたちの責任なんだよね。あいつら島の外にコネあるからもう関係ないできるからいいのかもしれないが。最終的にみんなを守ることさえできればどっちでもよかったとは思う。運命の奴隷にされたエレンにとって選択肢がない状態をみんなに押し付けるのは嫌だからやめられる方法だけは用意した。個人的に巨人の遺恨関係なく全く別の原因で滅んだとかだと美しい。それだと巨人は残り続けるのでは。問題っちゃ問題だけどユミルの民しか残ってないなら致命的ではない。地ならしって壁全部の巨人の使ったんだっけ？アルミンがなんか予定外の壁までなくなってる？してるからそう。災害園の壁はともかく内地の壁崩れたらパラディ島も8割くらい踏み固められてないか？一列でなんとか被害最小限に歩いて島出るときに隊列組み直したんだろ。アニメの地ならし発動シーン見ればわかりやすいけど島出るまで一列になって歩いてるよ。
それでも進路沿いの家屋は崩れてイレン・イェーガーのせいで私のイェーガーになった人もいるけど。アルミンたちをヒーローにしたかったからこその8割だろ。ハンジさんがあのまま森で暮らしてたら積んでたけど。まあ10割滅ぼしたらヒーローとか必要なないし。地ならし完遂したら兄もライナーもピークちゃんも戦う理由なくなっちゃうからエレン止めらんねえよ。ラカゴ村のやつと同じなんじゃ。でもあれのエルディア人全滅してるから最後は戦う理由なかったし。そもそもエレンは今島に住んでる仲間を守りたいってだけで島の将来とか世界平和とかどうでもいいし。島内が地獄になるだけなんだよね。どうせ身内で殺し合わない人類史なんてないですし、島外だって島滅ぼしたらどうせ殺し合うんだから大丈夫よ。エレン倒したアルミンたちを保護してくれる国も必要だしな。ヒストリアでも限界はあるだろう。最後の爆撃もトラジ島が過去のイコンから攻撃されたというより島の立場とか無関係に世界大戦的な終末戦争が起こっただけな気がする。千年先のことなんて知らねえ。まず島の中でクーデター何度か起きてるからな。ミカサが天寿を全うできただけでエレンとしては十分なのでは。さすがにそれ以上は責任持つの無理だしな。ミカサとイチャイチャできてたらこれ以上ない上がりだった。でもそれは欲張りすぎなのでこれでよかった。ミカサはいい男を見つけ、やっぱり嫌だ。エルディアの未来じゃなくてアルミンたちの残りの人生50年ぐらいのための行動だから。エレンの狙いははっきりしている。問題は島の人間であるハンジラが何考えてたか。104期生許せないって奴らはいると思うけど、そいつら頭蓋割られて闇に消えてそうだな。こんな精神ならよかったのにね。シーナの中に入れてたんじゃね。最終巻ってなんか書き下ろしあるのかな。マガポケで最終話見てたからそういや買ってない。ミカサのその後と島の滅亡。未来でイレンの首が埋まってる木がめちゃくちゃでかくなってて少年が歩いてきて終わり。8ページ分ほど、ユミルとミカサが会話するのが2ページ、島のその後をエレンの埋まってる木視点で見るのが6ページ。ヒストリアの権力基盤が地味に謎だな。かなり頑張ったのか。本編の現役世代からすると巨人は全員見たことある怪物だけど、孫世代からすればおとぎ話としか思えんだろうな。写真は残ってるだろうけど。ユミルが100年後も亡霊やってたし、進撃の鳥もミカサにまとわりつけるだろ。そもそも島の中にも敵がいて、エレンは仲間を助けるつもりはあるが、島を救うつもりがあるわけじゃないので、前提がずれてるので。スクカーの時代ですでに若者の間では巨人はおとぎ話的な空気になってそうだしな。実際俺たちだって80年ぐらい前日本がバリバリ戦争してたなんておとぎ話も同然じゃん。不満はあっても104期生メンツが外界とのパイプだしな。守護らないとってやつも多いと思う。エレンの首どこに埋めればよかったんだろう。仲間との思い出からすればあそこが最良なのだろうけど。素直に仮装しろ。